寝ても覚めてもゆきりんワールド宇宙説長のゆきりんこと柏木ゆきです。さあ今日はですね、なんと本当にとてつもしょうもない動画を撮ります。今日はですね、私の大好きなあれを食べながらダラダラとお話、てか食べるがメインで、ただ食べる、いつもの私の日常です。でもね、だいたい食べ物はこの YouTuber の皆さんは Uber Eats とかで頼まれてるんですけど、私はもうアナログに買いに行って食べたいと思います。一応ね、やっぱ秋葉原 AKB なんで、秋葉原のマックで買います。じゃあ買ってきます。最高だ。今日はね、お昼もねまだ食べてないからね、マック食べちゃうよね。ちょっとマネージャーさんのも入ってます、量が明らかに。はい、ということで買ってきました。じゃじゃーん、マック、最高、イエーイ。はい、マックのより、マックのより、あ、ダメだ、無理だった。普段からマックを食べてる私は、お仕事前の昼ご飯とか、お休みの日も、まあ、買いに行くこともあるし、もちろんウーバーイーツすることもあるんですけど、やった、まず、じゅん、スプライト、もう 100% 私はスプライトって決めてるんです。そしてこの紫の、じゃーん、照り焼きチキンフィレオ。いつもマック食べてるとか言ってるけど、なんとこのチョイスは初です。そしてじゃん、チキンナゲット、バーベキューソース、ポテト M、 そしてまだあるよ、これいつもの大体メニューだから、じゃじゃーん、アップルパイ、いらないのかな、手いるか、アップルパイ、よし。そしてこの残りは、ここで息を潜めている女性マネージャーさんの分です。はい、どうぞ。いやー、最高。私の今日のランチじゃ、もっと普通おしゃれな部屋でおしゃれに食べるよね、こういうの。やったやった、 I love Mac、 I love Junk、 I love Fast Food。 よし、いただきます。ガサガサ言ってる。いただきます。炭酸、美味しいぜ。まず私は結構ポテトを最初にがっつり食べちゃう派。いただきます。最高、マジで美味しい、一生食べれる。私結構ポテト界隈で、ポテト界隈じゃない、ポテト界隈でマクドナルドのポテトが一番好き。絶対にみんなマック食べたくなるよこれ。もう深夜に開いちゃったら終わりだよ。うまっ、うん、美味しい美味しい。カロリーが高いものって当たり前にうまいんだな。私だけなのかな、この食べ方する人って。なんか他を挟むとポテトに行かなくなっちゃうから、先にポテトを半分以上食べちゃう、しない？そういう人コメントよろ。マクドナルド嫌いな人いいのかな、まあ、本当にポテトしか食べない動画。こんな静かな動画ある。やっぱ食べながら食べるって難しいよね。他のもこれいってみよう、照り焼きチキンフィレオ。うわー、最高な照り、みんなにもお届けしよう、最高の照り。あー、いい、あ、待って、ピント合ってる。あー、照り焼きチキンフィレオの推しって照りなのかな、わかんない。いただきます。あっ、めっちゃ、めっちゃ濃い。うん、最高、味濃いめ。もう本当に照り焼きだけで美味しいのに、マヨネーズまで入れてさ、こんなレタスまで入ったら美味しいに決まってるよ。うんうん、10個食べれそう。結構食べるから、いつかいっぱい買って食べたいね。満たされる。やっぱマックはね、お腹だけじゃなくて心も満たされる。名言、最高。カロリーが高いものを食べるときはもう太るとか気にしても意味ないから、食べるときは食べる。幸せすぎる。私はデートのご飯のマックでもマジで嬉しい、本気で嬉しい。夜だったらちょっと、うん、一回考えるけど、食べることが本当に好きだから、食べる人がいいな。最高。バーベキューソース開けます。もうこの動画は何も面白いこと起きないよ。これはもう垂れ流し用だね。あのマック食べる時にぜひこの動画を見ながら一緒に食べようっていう。何の肉？鶏？チキンナゲット。チキンナゲットよ。あ、チキンナゲットやん。やばい、鶏肉って何の肉みたいなことになっちゃう。あー、これ焦げなんか、なんかちょっと鶏、一見鶏じゃない感じを出してきてません？これうまっ。なんか鶏とバレないようにナゲットに扮してるみたいな。は？
ガチで言うと、うん、チキンをペースト状にしてるの、うん、チキン肉これそれでこのガチで作ってるから、急な豆知識入ってきたよ。だいたいさ、テロップで入れるのにさ、この字の声で入ってくるそうなんだ、だから違うんだ。あ、ポテトでしょ。ポテトのジャガイモ一回やってない、これジャガイモこのままスライスして、あ、これ一回潰せそうじゃない。そんなわけない、負けれません。ただのマクドナルドを食す動画、ファンしか嬉しくないでも好きだったら嬉しい。私もやっぱ応援してたアイドルとか好きな人がご飯食べてるのを見るだけで幸せな気持ちになれる、こういう人向けの動画です。後半ここにつけない、つける、つけるよね。二度おいしい。待って、私肘つきながら食べてたかも、許して。普段はしないけど、このね、普通に食べるとここが切れちゃうから、ちょっとこうやって食べてるから、無言のご飯だね。ちょっとそれっぽいことしとこうか。はい、あー全然ピンとこない、ひたすら私の顔にピンときてる。あーダメだこれ、難しいな YouTube。これを一本の動画にしていいのかな。いいよね、いいような気持ちにはなんない動画。何口食べてもうまい。マジで美味しいね。何個食べれたら大食い動画として成立するんだろう。結構甘いだね。今ほぼもうすぐ完食じゃん。リアル腹何度目？頑張るとしたら今から。マジ？ガチのこと言っていい？マジで頑張ろうと言えば2。知らん番号から電話かかってきた出てみよう、やばい、知らない番号から電話に出ます。あ、はい、あ、はい、今ちょっと不在中でして、すいません、よろしくお願いします。はい、失礼します。宅急便でした。今の電話挟んだことによって普通にもう満足10まで来た。ダメじゃない、無理じゃない私マックのなんかグアムで、ね、ミュージックビデオの撮影をしてて、 AKB でポニーテールとシュシュとかエブリデイカチューシャとかグアムで撮ってて、だいたいお昼ご飯とかはマックが多かった、多いんですよ。その時に幻のこれアップルパイあるじゃないですか、海外のマクドナルドにあったホットバナナパイ、激うまだったんですけど、海外でも期間限定だったんですよ、その時が。ポニーテールとシュシュの多分ミュージックの時、今は海外でも多分ないし日本では発売されなかったんですけど、願いが叶うならあのマックのバナナパイが食べたい。もうメンバー大感動、みんなで車の中でバナナパイ食べる。バナナパイ美味しい、明日も明後日もバナナパイ食べる、毎日バナナパイ食べる。すごい美味しかったんだよなあれ。アップルパイのここに、ここからちぎれるって知ってました？みんな知ってる？知らなくない？こうやってさ、こうやって出すのめっちゃ難しいじゃないですか、これ。これ実はここに、知ってるか知ってると思ったよ、知らない？あったんじゃない？昔はさ、昔はなかった、やっぱなかった。私もね、ちょっと前に気づいたんですよ。ほら、めちゃ食べやすい。改良したのかな、じゃあ。はい、うまい。10月25日から変わってた。これ2013年の10月25日、7年前から変わってました。断然便利な食べ方。あー大満足、ごちそうさまでした。さあ、どんな感想を抱きましたか、まあ、たまにはね、こういうのもいいでしょ。どこかの層にめちゃめちゃ食べれるのを見るのフェチの人とかいるかもしれないからマクドナルドを食べるときに思い出したら、ぜひこの動画を見てみてください。よければ
グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ごちそうさまでした。ということで以上、柏木由紀でした。またねー。